何してる。はい、すんなよ。綾さん、すぐに誰か来る。私どうしたらいいの。他に出口は。非常口があるわ。でも防火シャッターが。とりあえず探そうよ。通じないの。通じないの。なんか嫌だな。グズグズしちゃいられねえな。あ、この音は。動き出したようだぜ。じゃあ警備室と他のところを分かれて調べましょう。そうだな。よし、こいつで決めるか。またコイントス。今日はいつもそれだよね。裏だ。俺とトモオが他の階を調べる。警備室はこの先にあるわ。それにあれは美里ちゃん。あの子も避難できなかったのね。3人は大丈夫かしら。
リョウ君たち、大丈夫かしら。何か聞こえない？はじめ。おい、おい、無事のようだ。ちょっと、どうにかしてよ。なんだこいつ。ここに通院してる美里ちゃん。んなことより、男が3人もいて何やってんのよ。可愛い顔して、きついな。君もちっちゃくて可愛いわよ。何？僕が一番気にしてることを。それよりはじめ、どうだった？そうか、通信はダメだったか。俺たちはこれを見せた。ねえ、もう一度通信システムを調べてみようよ。何の説明書かしら。ああ、おかしいな。顔が熱いんだ。熱い、熱いよ。待て、もうどこに行くんだ。りょうくん、やっぱりラミアに。はじめくん、どうするの。私、トモオトなんて痛くない。ミサトちゃん、もう病院全体が汚染されてるのよ。でも今は協力してここから出なきゃ。二人を探しましょう。最低。どうしろっていうの。嫌な予感がする。どうしろっていうの？近寄らないで。
な予感がする。それはウイルスの感染予防に使うの。ともくん、りょうくん、嫌な雰囲気。急ぎましょう。それは体力の回復と維持に効果があるけど、でもジェットシュリンジが必要。あ、注射器のことよ。注射器だーい。薬はないの？ナースステーションにあるわ。ひどい目に遭うなんて。
手術室が開くわ。さっきと違ってない？いい加減にして。最低。あ、見て。血液がどうして。いや、気持ち悪い。やっぱり誰かいたんだわ。それはインフルエンザのカプセルよ。予防接種、製薬があればトモオ君を治療できるのに。嫌な予感がする。はじめくん、体がだるいわ。トモ、頑張れ。俺が薬を。りょうくん、トモくん。薬は見つけたわ。あとはジェットシリンジだけよ。そうか、じゃあ急いで探そう。
じめくん。早く薬を。あったわ、ジェットシュレンジ。これで少しは元気を取り戻せるはずよ。よかったな、トモ。ワクチンがあればラミアウイルスなんて。さあ、私たちもこの薬を。俺はいらない。どうして？アヤさん、アヤさん、私からやって。こいつを見つけた。トモ、トモ、トモくん。 ID カードが脱出の鍵かもな。ID カードが使える場所は、ID カードが使える場所は、後ろが開いたぞ。寒いね、ここ。病院の下にこんなところが。さっさと出口を探そうぜ。
うわ、触って。トモオ君、大丈夫？うわ、触って。なにこれ？立ち入り禁止ってことかよ。何の施設かしら？はじめが、くそ。多分内側から開くように。you
はじめが無事でいますように。はじめくんならきっと大丈夫。あやさん、ごめん、ちょっと気分が悪くなって。
黒い斑点が。黒い斑点が体中に。はじめ、土門と綾さんが、特に綾さんが。
当に本当に出口なのね。いっとな。さあ行くぜ。なんか古臭い。あ、どうなってるの？ダメだよ、塞がれた。狙いは私たちだったのよ。え？これ何？まずお前、何なんだ？伝説のことかしら。古代を支配した人類。まさか、あなたが。だって怪しいよ、絶対。ふざけるな。やめて、喧嘩してる場合じゃないよ。そうよ、とにかく出口を探しましょう。研究室、こっちにも変なのがある。なんか工場みたいだね。中に入れ。うわっ、くっちゃーい。なにこの匂い。いや、気持ち悪い。大丈夫、美里ちゃん。誰かが中に。リオ。リオ君。嘘。始め。トモ、逃げろ、逃げるんだ。お前たちを騙すのは大変だったぜ。天馬院長。院長ってどこの？そしてもう一つの顔、SDG の製薬部門。え ?SDG? 何それ。世界でもトップクラスの企業だ。こいつらはある計画のために俺たち5人。計画？アズモ伝説、知ってるかね。進化した古代人の伝説。そうだ。我々 SDG は長い間この伝説を研究し、ようやく謎を解明した。アズモとは
完璧な抗体を持つ人間のことだった。抗体？病気から体を守るシステムだよ。完璧なアズモの抗体を使えば、あらゆる病気を予防する薬を作ることができる。そんなの無理だわ。古代ウイルス、そして抗体を作る特殊な DNA を持つ人間、この2つが揃えば可能なのだよ、キサラギ。じゃあ、そのために？ああ、古代ウイルスアスモデスはここにある。俺のことさ。特殊な DNA の人間っていうのが僕たち。その通り、MJ と呼ばれる DNA だ。君たちの中に MJ がいる。これまで数々の実験を繰り返したが発見できなかった。だが、とうとう MJ が。どうしてそんなことがわかるの？この地域に MJ が存在することは判明していた。だから病院を建て、たくさんの人間の DNA サンプルを集めた。ようやくお前らを見つけることができたってことさ。検査や実験を行うにはここは最適な場所とは思わんかね。たとえ問題が起きてももみ消せる。それが医者のすること？お前たちが早く見つかればよかったのだ。ロバート、始めろ。イエスサMJ じゃないのか。一体 MJ はどこにいるんだ。MJ はいなかった。ボス、MJ、オーマイガー、 MJ、 よし、戦略を作れ。夢にまで寝たくする。よし、これを化け物に投与してみろ。伝説は本当だった。ボス、I got converted. We must go now. なんだ、ロバート、寮を連れ戻してこい。Yes, sir.はじめくん、制約だわ。ごめんね、迷惑ばっかりかけて。アスモデスは人類だったの？
病院の設計図かしら。君とミイラが同じ DNA？ この匂い。進化し続けるウイルス、インフル 99？ 神様、何か聞こえるわ。ひびが入る音。倉庫に送れ。Yes, sir. 私のパパがね、ある遺跡でこのミイラを発見した。そしてミイラからウイルスを見つけ出したのさ。それがアスモです。ラミアよ、ダロン、ベルゼブブもそうだ。 STG はそれを世界中にばらまいたの。その通り。そうすれば MJ とアスモですから作られたこの予防薬、世界は買う。莫大な金を払って。けだもの。だが実は薬なんてどうでもいいことなんだよ。アスモデスの感染で新たな人類が生まれ、全てを支配する。これが真のアスモ伝説。感染すると死ぬはずじゃ。抗体を持つ者、そして古代人の DNA を持つ者は死なない。古代人の、ということは。そうだ、私は伝説復活のためにこのミイラの DNA から2体の量を生み出したのだ。そんな。片方の量は失敗作だが、魔をかけて MJ と出会うことができた。感謝しなくては。なんて人なの。人類の運命を左右することをしているのだ。仕方があるまい。
け物だわ。こっちも化け物。MJ、どちらが涼か分かるかね。盗んだ薬を君たちの親愛なる涼君に投与すれば元の人間に戻る。だがもし間違えれば本物のアスモネスが復活する。 It's showtime! 楽しもうじゃないか。こっちよ。待って、いいの？友達を探そう。本当に涼君？ああ、行こうぜ。扉が開かないの。任せろ。行くぞ。こんなところに。シンカー。列車だわ。やばい、隠れるんだ。俺は列車を見てくる。友達を探してくれ。もしかしたらこのカプセルの中に。
何か聞こえるわ。助けて。僕たち助かったんだ。ありがとう。さあ早くリョウ君のところに。リョウ、とにかく急ぐのよ。
さ。大丈夫なの？多分な。なんだか暑い。暑い。やったね。Thank you.
Thank you.